生懸命頑張ってる人の邪魔とかをされたくないわけ。一押しのサイエンスコミュニケーターとなってますこちら。いつでも心はユニバース、教育天文部部長のリコットです。そしてこんにちは、クイズノックのナイスガイのスガイです。本物だなんと、はい、クイズノックの菅井さんにお越しいただきました。こんにちは。ということでサイエンスコミュニケーターの菅井さんにサイエンスコミュニケーターのリコットがインタビューしてみた。菅井さん、はい、クイズノックのメンバーさんでありながら、はい、東大の博士号を取得されてサイエンスコミュニケーターとして活動されておりますよね、はいはい、実は私リコット今東大の博士課程の大学院生として、はい、サイエンスコミュニケーターとして活動してるんですよ。おうおう、まあ、分野は少し違ったりするんですが、サイエンスコミュニケーターの先輩の菅井さんのお話を聞きたいと思って、はい、呼びました。ありがとうございます。僕が来たのか菅井さんっていろんな研究者の方にインタビューしに行くとか、はい、物理の先輩としてインタビューされるとか、うん、そういった機会ってあると思うんですけど、はい、サイエンスコミュニケーターっていう同じ立場の人からインタビューされるのってないんですよ。確かにそうかも。それは深いね。深いですサイエンスコミュニケーターの先輩だからこそ聞ける話、うん、僕なりの目線で聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。改めて、はい、菅井さんってサイエンスコミュニケーターという肩書きで活動されてると思うんですけども、はい、じゃあそもそもサイエンスコミュニケーターって何なんですか？なるほど。っていうところから聞きたいです。はい。まあじゃあサイエンスコミュニケーターっていうのは、一言で言えば科学と社会をつなぐ仕事をする人だと思ってます。そういう意味では、まあ市民、自分たちも含めてですけど、うんうん、市民の、まあ、科学リテラシー、これの向上、成長を助けるような人だと思ってますね。まあ難しいこと言ったんだけど、理科を教える科学リテラシー高めるみたいなところが結構先の目標であって、その目標に向かってやることが例えば理科を広める、そういうことですね。まあ最も分かりやすい例を言うならば、伝次郎先生とか元気先生とかも有名ですね。そうですね。サイエンスにまつわる事柄を使って賞をしてくれたりとかして、まあ市民、子供たち含めた市民にこういうことが起きるんだよねって教えてくれることで理解を助けたりとかするような人たち、割とエンタメそうですね、というかエンタメと科学掛け合わせていろいろパフォーマンスするみたいな、そういうイメージですかね。ああいう皆さんはだからサイエンスエンターテイナーとかいろいろ別に名乗ってらっしゃいますけど、まあ総括すると、みんなサイエンスコミュニケーターかなと。まあそうですね、僕もまあだからそういうよりですね。 TikTok で物を光らせる傾向させるなどして味ぽん持ってきて味ぽん持ってきて光らせるなどしてこういうのが一番わかりやすいサイエンスコミュニケーターかなって思います、ね、でこういう職業ってもう名前もないわけないですね。伝次郎先生の仕事なんですかって言われた時に、はい、サイエンスコミュニケーターとしか言いようがなくない。まあそうですね。他の実験屋さんまあもっとめっちゃ広く言ったらなんだろう、タレントさんとか言えるのかもしれないけど、まあ一旦そういうイメージでいいかなと思います。そういう意味では菅井さんはサイエンスコミュニケーター、いうわけじゃないですか。でも多分おそらく世の中には他の形でサイエンスをコミュニケーションしてる人もいる。鋭い、ね、その話したくて。そう、僕は一方で役割としてサイエンスコミュニケーターというのもいると思っていて、つまり職種としては例えば企業の広報、機関の広報さん、そういう人たちも例えば扱ってるものがサイエンスから生まれるようなものだったら、これを広めたり伝えたりしようとすることってサイエンスコミュニケーションだと思うんですよ。そうですね。研究成果とかも含めて、まあそれも PR。そうですね。そうですね。でもやってること自体は伝次郎先生とか菅井さんとかと広く取れると同じですよね。なんでそういう人々にサイエンスにまつわる何かをこう紹介したり伝えたりする人のことを一番広く取るとサイエンスコミュニケーター。それでいうと科学館の職員さんとかもサイエンスコミュニケーターに。なんなら分かりやすいよりの。まあ確かにサイエンスコミュニケーター。で他にもうちょっと深掘りすると、新聞で科学にまつわる記事の記者さんとかは結構そればっかり書いてる記者さんだったりするんで、やっぱサイエンスコミュニケーターなのかな。で僕はまあ、サイエンスコミュニケーターって言葉を今使ってるのは別に僕 YouTuber でもよかったんだけど、はいはい、サイエンスコミュニケーターっていうことでちょっと分かりづらいところにいるサイエンスコミュニケーターの皆さんあんまり表には出ない。そう、てかなんか自分でサイエンスコミュニケーターってことも名乗ってるかどうかもちょっとわからないというか、伝次郎先生とかは絶対サイエンスコミュニケーターです。そうですね。でも科学記事書いたりとか、科学のものを扱ってる機関の広報さんたちもサイエンスコミュニケーターだって思ってくれたらめっちゃ嬉しいなと思ってみんなもサイエンスコミュニケーターなんだよって思ってほしくて、これすごい大事な仕事なんだよって思ってほしくて、特にサイエンスコミュニケーターってやっぱ言っていこうかなって思って名乗っているからこそ、そう、他のサイエンスコミュニケーターの存在を明らかにしていく。そう、サイエンスコミュニケーター、コミュニケーター。
今サイエンスとかサイエンスでコミュニケーションするとか、まあ、そういった話をしてきたので、はい、まあ、これサイエンスの話とコミュニケーションの話、うん、2つに分けて話した方がいいんじゃないかと思うんですよ、はいはいはい、なので佐々木さんにまずサイエンスについて聞いていきたいと思うんですけども、はい、それこそ他のインタビュー記事とかすごいたくさんあるんですよなのでそういったものを読んでみると、はい、佐々木さんって小さい頃からサイエンスというか科学に触れる環境がかなり多かったらしい、うん、そうかもしれないです。サイエンスの思い出の中で大きなものといえばどういったものになるんですかね、うん、なんかやっぱミニ四駆なのかなと思いますなるほど、ミニ四駆ってありました？やってはなかったです。やってはないよ。が大石正義が番組でミニ四駆をしてミニ四駆はこれぐらいの走るおもちゃでモーターと電池で動くんですけど、僕小学校の時にアニメとかもやっててめっちゃ欲しかったの。ミニ四駆のアニメ、ミニ四駆のアニメがやってた。あーなるほど。でミニ四駆実際買ってもらって、うん、で遊んだんだけど、これがよく考えると電池とモーターもうそうですね、分解するのか、うん、要素は理科あれを作ってみたりとかあれが動いたりとかするのは理科みたいな教科を好きになりやすいきっかけだったのかなとは思います、うん、ここにある理科みたいな存在してる理科みたいなのがやっぱ印象はすごい強くて、うんうん、触って動くみたいなの、しかも何回も同じ動きするみたいな、そうですよね、こういうのがやっぱり良かったなって思います。どんどんブラッシュアップもできるし、うん、そう、あ、そう、ブラッシュアップで言うとこのミニ四駆って改造っていうのがあって、これも理科なんだけど、はい、あの電池とモーターをつなぐ金具の部分があるの。金具があるの。この金具が最初箱で買った時は、うんうん、なんか多分銅なんだけど、改造パーツで金メッキのやつが入ってる金メッキのやつ別売り売ってんの。でこれそれをつけるとだから電池が長持ちしたりするっていう売りなわけ ね。抵抗が、そうそうなの、抵抗が良くなる、金だと銅より。これすごくない？だからもう小学校の時とかに刷り込まれてるわけ、金の方が抵抗が低いみたいなモーターの回転がタイヤに伝わるまでにギアとかがいっぱいこう噛んでるわけなんだけど、はい、そのギアとかも比率で回転の効率を変えるみたいなのはもうミニ四駆から学んでる。実践から入ってくるそうそう、だからそれが多分理科好きの始まりかな。機能があって、うん、だ金属とかとももう種類が違ってみたいなのが、そういうのがすごい好きで、家電みたいな、家電も好き、家電とか家電も好き家電も好き、機能が違うじゃないかそういう気持ちで理科好きかも。今思うとじゃあテクノロジー的なものが果たして好きだったのか、うんうん、他の要素も実はあるんじゃないかなと思って、はいはいはい、それで言うと確かに科学技術って一言に言ったりするけどテクノロジーみたいなのも好きなんだけど、もっと科学みたいな話で言うと最近大人になってから気づいたんですけど、はい、ルールが好き、ルール、物事のルールが多分好きで、例えばゲームってすごい好きなんですけど、ゲームって本質的にはなんかいろんなルールがあるということがゲームで難しいです僕が将棋のクイズをもし出された時に、僕が嬉しいクイズはめっちゃ勝ってる名人の名前は誰、藤井聡太さんみたいなのより、銀はどうやって動けるでしょうみたいな、あーなるほど、ルールですね、ルールですね、ルールですね。だから藤井さんがすごく強いのは知ってるけど、そういう人がたまたまいるだけで今後も藤井さんは出てくるとそういうことではないじゃん。でも今日も明日も銀はこっちに動けるわけみたいな、そういうのが好きで、理科ってルール追求する学問だなということにも最近気づき、手を離すとリンゴが落ちてる、これは今日も明日も同じことが起きるみたいなのは、うん、そうですね、まあ、それだけだったらまああんまりだけどこういうもので、うんうんうん、この世界が作られてんだなっていうところは結構好きかも。そう思うとやっぱり物理寄りというか、うん、そうかも、ルールが多いのは理科の中でも物理だったりはする。そうそうそう。でまたそのルールなんだけど、大学院生やってて急に YouTuber とか始めたりとかして、そうしてたらコロナ禍が来て、なりましたね、生活が激変したタイミングが、まあ、ここ何年かに結構起こってるんですけど、はい、特にコロナ禍の時ってめっちゃショックで、昨日まで研究室行けてたのに行けないとか、家から出ちゃいけないとかって言われる瞬間があったわけ。突然ありましたよね。外的要因で急に自分は家から出ちゃいけないみたいなことが起こるのに、昨日も今日も手を離すとリンゴは落ちるんだよ。これって結構すごくない？めっちゃこんなに変わってんのに、周りがこんなに変わんないものもあるんだっていう。でこれってなんか勉強する価値あるなって強く思えた。でもそのタイミングで、タイミングで僕も勉強しようと思えたし、うん、研究進めていいと思えたし、みんなにも勉強してほしいと思った。だってそれを手がかりにして、コロナ禍で生活様式変わったとしても、うん、この理科のルールがあるから
新しく生活をまた始めていけるルール、理科のルールにのっとって始めていけるみたいなことがあるなと思って、これめっちゃすごいなと思った。コロナのタイミングでいろんなものがまあなくなったというか、やめざるを得なかったからこそ、実はずっと通っていたものに気づくタイミングだったというか。だから薬を開発するとかも今まで知ってたことで繰り返してやり直してできるわけです。神秘的ですらあると思った。こんなに変更を受けなくていいんだっていう。コミュニケーションの様式とかってめちゃくちゃ変わったのに。いや、そうですね。本当にオンラインが突然増えて。そう。授業が対面からオンラインになったのに、教わってることが変わんないとか。神秘的ですらある。確かに。しかもそれを頼りにすれば、よりよく生きていけるみたいな。これはなんか、勉強した方がいい。理科結構そういう面でも、やっぱ変更を受けない凄さ、凄まじさを感じる。なんか新しい見方がさらに入ったような気がします。はい。いや。来てよかったということで、ここまでではサイエンスの話を聞いてきたんですけども、今度はコミュニケーションの話を聞きたいと思うんですけど、まあおそらくストレートに考えるとというか、サイエンスに魅力を感じていて、いろんな面から、で博士号も取得された、そう思うと研究職に就くっていうのがストレートな考え方なのかなと思うんですね。いろんな研究職がありますが、それなのに今YouTuber として、それこそインフルエンサーとして活動されてる、それこそコミュニケーションしてるわけじゃないですか、そういったところを選んだのってなんでなんですか？一番の要因みたいなことを言っちゃうと、 YouTuber で、生きていけそうだったからっていうのが、まあ、一番のところで、大学院生の時に YouTuber みたいなの始めた、それでちょっと必要とされたりとか、仕事があったから、それを継続しようかなっていうのがある。でもそれと並行して、理念的にも考え的にも、このフォロワーの皆さんに見てもらえるという状況、フォロワーの数とか再生回数とか、これが他の先生たち、大学の先生たちが、あるいは科学者たちが喉から手が出るほど欲しいアウトリーチ力なんだっていうことにも気づいた、やっぱ圧倒的に触れられる相手の数が差があるじゃないですか。これはもうなんか使わないといけないと思った、で運よく100万再生とか200万再生する動画とかが作れて見てもらえてるような状況、運よくフォロワーさんが多い、これは科学の発展に寄与できるし、今僕しかいないなと思った。こんだけ多いのはいないですよね、本当に。なんで正直、サイエンスの自分しかできないことってないと思う。まあインフルエンサーとしてもそうなのかもしれないけど、だからサイエンスの僕の研究分野も誰かが気づいていつかやってくれるだろう、最初にやったのが僕なだけで、それこそ論文書いてますよね、そうね、論文として残してるから続きのことをやってくれる人がいるかもしれない、そうなんだけど、このサイエンスを仕事にしたい人の中でこんだけフォロワーが多いのって今んとこ僕しかいないから、これは今僕がやんないといけないと思う。改めて役割みたいなのを客観的に見た時に、自分がやった方が良かった。そう。クイズノックに加入されたのがおそらく学生の頃じゃないですか、で2017年なので、博士1年でした。それより前って何されてたんですか？それより前は普通に大学院生、普通に、そのいわゆるコミュニケーションみたいなことを全くしてない。やってない。サイエンスコミュニケーターとか全然してなかった。今みたいな活動はじゃあ全然してない。クイズノック加入のタイミングが初めて。アウトリーチも全然してなかった。そこからでもサイエンスコミュニケーターに、まあどんどんなっていくのって、普通じゃできないなっていうのは思いますよね、やっぱ軸があって得意なことがあったんで、インフルエンサーとしてやるときに、インフルエンサーの中でも一番まあ超伝導うずいとには詳しい自信があるので、それは持ちネタじゃないけど、人生かけた持ちネタみたいなのがまず1個あったんで、それを使っていこうかなみたいな。おそらく博士号を取得したタイミングで、サイエンスコミュニケーターとしてこれからもやっていこうっていう風に考えて、そこから数年インフルエンサーだからこそこんなことができたみたいなことってやっぱあるんですか？あって、嬉しかったことの話していい？はい、あの大学の先生とかとお話しして、この施設がどんな風に役立っていくかみたいな対談とかあったりするんですけど、それを作った後に、その大学の先生が娘さんから、初めてお父さんが何やったか分かったって言われたよって、その先生に言っていただいたの。これがめちゃくちゃ嬉しくて、まあ、サイエンスの内容を伝えるとかのももちろんそうなんだけど、頑張ってる人がいて、その頑張ってる人が何を頑張ってるか、どんな風に世界を幸せにしてるかみたいなことを伝える仕事でもあると思う。で、それが伝わった瞬間だと思って、で、しかもご家族って一番こう、知ってほしい存在。
なんだけど、なんかね、それを話をしていただいたのがすごく嬉しくて、これ関わってよかったな。で、例えばその娘さんがもしかしたら菅井のファンだったのかもしれないし、まあ分かりやすい解説みたいなことができた、あるいは楽しい愛の手ができたから聞いてられたとか、なんかそういうことがあるかもしれない。そういうのが実を結んだなって思って、これがねやってよかった。で、こういうのをどんどん広げたいってやっぱ思ってて、興味持つ事柄って人それぞれだと思う。サイエンスに興味持つって、まあ、結構レア人間で、僕らってサイエンスそのものに現象に興味持ってるから理学部とか入ってるわけ、はい、そういう人がサイエンスコミュニケーターになると現象を押し出したくなっちゃうんだけど、いやーありがとうございますでもやっぱなんかそうじゃなくて、菅井が出てるから見ようみたいな。あー、はいはいはい、サイエンスを一番最初に持ってくるというよりかは、菅井俊樹という人物をこう前に押して、そうそう、まあ、推しになってもらうみたいな。そう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 、あ、それができてるなーという実感もあり、うんうん、これ新しい効果あるなと思っていて、サイエンス自身を好きになってほしいっていう気持ちもあるけど、危機感をなくしてほしいみたいなところも大事で、つまり得体が知らないから嫌だみたいなことを思ってほしくなくて、よくわかんないもの、そう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 、一生懸命頑張ってる人の邪魔とかをされたくないわけ。でもだから危機感があると邪魔とかされちゃうわけ。気味が悪いなって思われたら邪魔されちゃう。そういうのをなくしたくて、だからなんか菅井が嬉しげに光らせてるから、一旦光るのはいいか確かにそう、傾向っていうのかオッケーみたいな風にちょっとずつ柔らかく広がっていければいいなと思ってるし、なんかインフルエンサーとしてそれやるっていうのはそういうことができてると思う。押される、うん、推しになってもらうがまず最初で、うん、その続きとしてサイエンスがあるっていうことが実感として実際に成果も出てるし、うん、っていうことですよね。そう、だから菅井さんで知った言ってもらえることあるけど、うん、まあ、結構嬉しい。超伝導とかも、超伝導そう、それすごいですねでも僕は小さい時から超伝導知ってるから、気持ちは分かるようで分からん。でも嬉しいことは間違いない。絶対超伝導のこの世の知名度上げてますよ。いや、そうだったら嬉しい。なのでそれが本当にただの理想じゃなくてというか、うん、実際にできてて、うん、まさに活躍されてる姿っていうのは本当に菅井さんくらいしかいないんじゃないかな。いや、もう特にこの分野だと。そう、だから伝次郎先生で見たことあるとか、うんうん、そういうのでもよくて、そういうのになれたらなと思って活動してますね。で、そういう意味ではインフルエンサーとしてサイエンスコミュニケーションをしたいっていう気持ちがリコットとは合致していて、3月の卒論発表会のイベントに、はい、まあ、応募してもらったんだけど、うん、声かけて、実はね、僕が働いてる株式会社バトンっていうところにリコットもまあ参画してもらうことになってると、はい、まずはアルバイトとして参画してるんですけども、はい、その後にこのリコットの予約天文部っていう YouTube チャンネルも提携することになりまして、うんうん、今は株式会社バトンの菅井さんはじめ他のアルバイトの皆さんとも一緒に定期的にミーティングしながら、うん、動画を作っております、はい、ただ今まで通り僕が出て自分で編集してっていうのは基本的には変わらないでやっていこうと思います、うんうん、僕もね、クイズノックっていう形でメディアとか出るんですけど、クイズノックじゃないインフルエンサー、クイズノックじゃないサイエンスコミュニケーターが必要だと強く思ったので、はい、まあ、リコットにも入ってもらうことにしました。この動画はね、あのクイズノックと学ぼうに宇宙が好きになっちゃう方法で、はい、来てもらった時に一緒に撮ってます。今後もね、コラボとかゲストとかで、ね、相互にやれたら嬉しいなと思ってますので、はい、もう絶対に今チャンネル登録してください皆さん。一押しのサイエンスコミュニケーターとなってますこちら、はい、よろしくお願いします。バトンいいでしょ。いいですね仲間がいるっていうのはまあまあそれはそうなんですけど、うん、チームで一緒にやるっていうことがすごい面白いなと思って、うんうん、はいはい、そうね、いろんな立場の人がいて、それこそ宇宙の関わり度合いって人によってめっちゃ様々あるので、うん、逆にそうだからこそこういう宇宙の見方って面白いよねとか、うんうん、そういう視点がめちゃめちゃたくさんあって、日々動画作りながら一緒にやって嬉しいなというふうに思っています。いや、もうぜひこれからもよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はい。インフルエンサーの話とか推しみたいな話が出たと思っていて、やっぱりその中で将来菅井さんみたいになりたいって思ってる、特に中高生大学生とか学生の人って結構多いと思うんですよ。じゃあそういう人たちが、まあ、今からどんなことをやればいいと思いますか？あ、なるほど。僕はまず専門家になってほしいなって思う。専門家というのはかなり専門的な話までできる、まあ、博士課程みたいな、これ欲張り言ってるんだけど、博士課程ぐらい専門的な話ができるようになってほしくて、まずサイエンスの方を、そう、やっぱね、専門家の話聞くときに向こう側が手加減をしてくれちゃった時点で情報が落ちるんだよね。最終的には情報を落としてみんなに気持ちよく概要が分かってもらうところにアレンジして情報って出していきたい、伝えていきたいんだけど、何が大事だとか何が心を震わすかみたいなところって専門用語じゃないと言えない時がある。いや、ありますね。この段階でサイエンスと私の間で伝わんない時点で、私と市民の間で絶対伝わんないと思ってて、
サイエンスと市民の間に私がいるとしてね、つなぐ立場としている。ここで断絶してたらダメだから、こっちの話がどんだけ分かるかっていうのはやっぱ目指してほしいなって思うんで、そもそも理解してない事柄を伝えることがほぼ不可能というか、そうで、経験とかも踏まえて仲良くもなりたい。やっぱ仲良くなったら嬉しいこといっぱいお話ししてくれたりするから先生とか、まあそうですね、研究者の皆さんも、うんうん、そういう嬉しい話の中に心震わすようなことがあるってみたいなのを伝えたいときに、仲良しになるためには文化とかに理解がある、その世界を知ってるってことはすごい大事だから、やっぱ専門家になれるぐらい一生懸命頑張って勉強とか研究の道まで進んでほしいなとは思って、サイエンスの言語を身につけてる。そう、ある日バリバリめちゃくちゃやってる同級生とか見て、うわっこんなやつがみたいなのと出会うんです。そうするとこいつが大学の先生になるやつだみたいなやつと出会う。めっちゃわかる。いや、自分が大学の先生になるんだったら、それもいいわけ。大学の先生もサイエンスコミュニケーターだから、はい、だってアウトリーチもしなきゃいけないし、うん、授業もしなきゃいけない。でもなんか大学の先生とかじゃないかもって思う時が来るまでむちゃくちゃ勉強はしてほしい。いざやりたいとなった時に地盤がないと。そうだ、サイエンスコミュニケーターってやっぱサイエンスはついてるから、ただのコミュニケーターではなくて、うんうんうん、サイエンスでついてるってことはやっぱサイエンスはしっかりめちゃくちゃ勉強するのがいいかなと思います。だから理科やる、物理やる、なんだろう、生物やる、なんかそういうのは頑張ってほしい。今やっている勉強はまず頑張る、極めていって、うん、でそうすると菅井さんみたいになれるかもしれない。そう、まあ、別に博士ならないといけないって言ってるわけじゃなくて、うんうんうん、めっちゃ頑張ってほしい。やってるうちに絶対進めば進むほどいろんな人とお話ししてコミュニケーションの重要性は嫌でも分かっていくからちょっと頑張らないといけないの勉強の方かなって思います。はい、ということでサイエンスコミュニケーターの先輩の菅井さんにお話を聞いてきたんですが、はい、最後にこのリコットのチャンネルを見ていただいている視聴者の方へ一言いただけますでしょうか。はい、リコットのチャンネル見てるということは、まあ、皆さん多分天文とかがまあお好きなのかなと思いますけど、その好きな気持ちとかは大事にしてほしいなって思います、うんうん、で分かんなくても好きみたいな気持ちがもしあったらすごく大事にしてほしいなって思います。でそれを一生懸命研究してる人が例えばいたりとかした時に、その人を助けるとか応援するのにめちゃ使ってほしい。それがこう研究者たちをすごく励ましているし、そういう皆さんに対して僕らも分かんなくても面白いから分かって面白いになるようにいっぱい伝えたいなって思ってます。でもし見てる中に専門家の人とかがいたらめちゃ頑張ってほしい。めちゃでぜひもう会いに行かせてほしい。でみんなに分かって面白いとか、役に立って面白いとか、役に立たないけど面白いとか、そういう話いっぱいできるように一緒に頑張れたらなって思ってます。ありがとうございます。菅井さん本日はありがとうございました。ちなみに今後はどういった活動をされていくんですか。今後もなるべく活動の幅が広がるように、お手元で動いてるのがやっぱ好きっていう話したんでそうですね、手に取れる理科が、身の回り気づくと理科で構成されてるんで、そういうのが分かってみんなが生きていく上でもっとなんだろう、お役立ちになるような情報とかね、いっぱい伝えられたらなって思ってます。ぜひ言うまでもないと思いますが、クイズノックのチャンネル、はい、クイズノックと学ぼうのチャンネルもぜひご覧いただければと思います。このチャンネルリコットの夕焼け天文部では、夕焼けと同じくらい星空を見ることが身近な存在になることを目指して活動しております。チャンネル登録、高評価、 X のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、はい、さよなら。